と語られるなら咲かないで慟哭警報を聞こえないふりして汚れていくのを見てるだけパズルのピースははまることもなく手探りするけどきっと手遅れ故障抱きしめて、キスしても確かな答えは出ないまま恋愛の君の目が突き刺さる怖くなるほど愛おしい手振り交渉でした。